どうもー、ゆいぴーです。おかりなです。ご飯のともにいかがでしょうか。おかずクラブでーす。今回はドンキホーテで話題のドがつくお菓子シリーズ食べてみたいよ。これはですね、はい、作家のキネニーが選んでくれまして、鈴木さんが選んでくれました。買ってきてくれた。今エイタさんが ね CM やってたり話題で気になってはいたけど、こういうのがあるんだね今ね。私でも言ったら多分自分では選ばないやつばっかりだから。確かになかなかお菓子食べないじゃん、うちら実はあんまり。そうなんだよね、実はお母ちゃんベイクしか食べないから、お菓子そうだよね、ベイク。そうだ、ベイクがあんま食べない ね。これが、あ、うまそう。え、これ私も好きかも。てか面白いね、パッケージがね、文字だらけで。いくよ。昨今の値上げ&原料ラッシュで悲しみの淵に沈む善良なポテトチップス好きのために一肌脱ぎましたって。確かに最近どんどんお菓子がちっちゃくなってるとか言われてるけど、なるほどね。なるほど、これ食べたい。これポップみたいな感じになってんだね、パッケージが。確かに、蜂蜜とチーズのコラボレーションだって、ね、まず最初にこれいいじゃん、うん、そうぜ。ポテトチップス、ポテトチップス、やっぱさ、考えた人すごいよね。よくジャガイモ薄くしてあげようと思ったものだ。ポテトチップス男爵だっけ。うん、なんか言ったんだよね、薄くしてあげてくれって。レストランでね、うん、はい、どうぞ。いただきます。いただきます。するなんかギザギザな感じ、滑らかな感じじゃない。甘い。え、うん、これ何、ジャガイモ、ハチミツとチーズのコラボレーション。あの、さつまいもみたいじゃない。確かに、うん、重くて美味しい。うん、甘さとしょっぱさ、うん、甘じょっぱい感じで、うん、チーズがしっかり効いてて美味しいわ。美味しい。粉がかかってて、うん、これ美味しい、すごく美味しい。歯ごたえが結構固め、うん、結構しっかりめ。あ、うまいね。美味しい。見て、見ての通り止まってない、止まらないくらいうまい。ちょっと蓋しとくね、止まらせるために。うん、私さ、お札どきが好きなのよ。ちょっとお札どきっぽくてすごく好き、好みです。あ、懐かしい。お札どき、甘くてしょっぱくて好みです。じゃあ好みですって言ってたもんね、うん、うまっ。最高。選ぶセンス、うまっ。次どれいく。かりんとうとかどう。そうだね、そうしようか。ちょっと行ってみるか。かりんとういきます。はい、え、すごい。かりんとうの好きの開発者が何度も何度も何度も工場に足を運び、全てに大満足の白かりんとうの開発に成功したと。おいしいね。軽い、軽い、美味しい。ちっちゃいんだね、うん、結構ね。なんか次々食べれる大きさだね。あ、うまい。ほんとだ、なんか軽いかりんとう、うん、私結構かりんとうって硬いもんね、うん、いつも。硬い、あ、違う違う、そういうか、歯ごたえも、分かる、歯ごたえもそうだけど、歯ごたえも結構硬いし、食べ応えがある感じだけど、これなんか本当に柔ら、なんて言うんだろう、そこまで力はいらないし、お菓子としてもなんかパクパクいけるタイプの軽い感じ。なんか油で揚げてるけど、なんか重たくない感じで、すごいいいね。うまっ。おいしい。ほんのり甘くて、うん、砂糖の量もちょうどいい。うわ、止まんないやつじゃん、これ。これあれみたい、あのパンの耳のかりんとう。うん、おいしい、うん、ね、懐かしい感じで美味しいわ。うまっ。マジ止まんなくない、これ。うん、うまい。これかりんとう好きの開発者が作っただけあるわ。うん、え、全部うまくない、今んとこ。いいか、確かに。でもさ、全部食べてさ、どれが一番か選ぼうぜ。どれにする。エビせんは、エビせんあるよ。エビせんなくていいの。でもこれも結構普通に、あれ、甘いね。甘いからイカチャっぽいのかな。あ、これよくほら居酒屋とかであるような、あ、エビ揚げたやつだろ。エビのなんか丸いやつさ、あれ面白いよね、エビ揚げの、うん、面白い。うまー。味がしっかりついてて、あ、うまっ。分厚めで美味しいね。しょっぱい、うまい。居酒屋であるやつよりちっちゃいから食べやすくてうまい。うまっ。見て、お母ちゃん2個取ったの。うまいね。うん、おいしい。あ、うまっ。エビちゃんのちゃんとおいしいさ、うん、エビの風味がさ、うん、ね、うまっ。おいしいね。あ、これやばいよ、止まらなくなるやつだ。
よし、じゃあこれいこう。マンゴー、マンゴーいっちゃおう、うん、マンゴーだけなんかすごい高貴な、あ、感じだわ。このドライフルーツってこういう感じだよね。確かに乾燥しない。ドライフルーツなのそれ。え、ドライフルーツじゃないのか。あ、一応マンゴーチップスみたいなのだと思う。あ、ほんとだ、なんかチップスだ。でもこういうチップス美味しいね。バナナチップスもそうだけど、おいしい。マンゴーじゃないこれ。いろんな形の味がするって。マンゴーのようなパイナップルな感じのリンゴっぽい気もするけど、バナナの雰囲気もある。だってなんか後味バナナだな、このねっとりした感じが。私後味マンゴーに感じたわ。うん、ねっとりした感じよ。ねっとりした感じは、うん、あれだけど、なんて言うんだろう、風味、うんうんうん、不思議な味、うん、本当にマンゴー感じた人もいるし、バナナ感じた人もいるし、であとリンゴか、リンゴとかパイナップルっぽいところもあるらしい。全部入れてんだ。不思議な味、なんか止まらなくなるの結局。うん、面白い。ビーフジャーキーにする、うん、いいね。癖になるなこれ。ビーフ好きなんだもん。うまい、癖になる。わわいい香り。ビーフジャーキーなんてさ、いつ以来だろ食べた。うまそう。うん、うまっ。わ、これはうまっ。おいしい。やばっ。私たちが酒飲みだったらすぐ酒出てきてるね、これは。うわっ、油がすごいね。うん、うん、うまっ。今のビーフジャーキーってこんな美味しくなってんの、ね、前もうちょっと硬くてなんか噛みちぎるみたいな感じ、パサパサしてるイメージあったけど、うん、ジューシーだね、うん、うん、肉の専門店が吟味監修したんだって。うん、アンガス牛を肉の旨味を引き出す特製ダレで仕上げたの。え、贅沢だねこれは。これマジでおつまみにぴったりだね。おつまみだね。子供も絶対好きやと。これ、うん、これはうまい。だって見て、私こんな脂身が入ってるビーフジャーキー食べたことないんだけど。うまっ。これはすごい革命だね、うん、うま。私これは食べ過ぎたら黒ウーロン茶が必要になるぐらいの、え、流したいよね、うん、お茶でね。これはお酒に合うでしょう。じゃあやっぱり次は玉ねぎかな。これなんか、もう切り方わかんなくて横にしちゃった。やっぱりお菓子にはゼロカロリーコーラだよね。愛想笑いされた。だった。何それ、ゼロカロリーコーラ飲まないからさ。何これ、玉ねぎ。玉ねぎ、僕ら玉ねぎ大丈夫なの。オニオンスープだっていけるんじゃないかな。かでも玉ねぎ、めちゃんこ玉ねぎだったらちょっときついかも。なんかいろんなの食べすぎて、うん、わかんない、うん、でも玉ねぎちょっと気をつけるんちゃう。小さいとすればいい。うん、おいしい。軽くてさ大丈夫、味いける。よかった。香りめちゃくちゃ玉ねぎ、風味がね、ちょっと苦手、イエーイっていう感じにはならないかな。逆に言うと、おかげさんがそう感じるってことは、玉ねぎ好きな人にはイエーイになるから、うん、いいね、なんか、うん、赤おチョコパイ、これは昨年のテスト販売でお客様から絶大な支持を得た商品が次に返ってきた。はい、確かにさ、今までいろんなの食べてきたけどさ、うん、全部大きいね、量も、うん、ね、大きい。すごい言ってるだけあるなと思った。なんか確かに、でも私たち買ってきてもらったお値段はちょっと分かんないけどね。確かに中身はしっかり入ってるね。最近のあのお菓子のスカッとした感じじゃないね。うん、いただいています。うん、しっかりマシュマロ。うんうん、
すぎちゃった。なんなん食べ過ぎて味わかんないもん。うん、でもチョコレート感じるね。うん、どっちにするの、椎茸？うん、椎茸うまそう。椎茸系のやつ美味しいもん、どこ食べても。マジ椎茸だ、見せて。椎茸、ほら椎茸。椎茸嫌いの人に本当に美味しい椎茸を食べてほしいと、椎茸愛あふれる担当者がさまざまな産地とか行って椎茸食べ比べてついに完成したんだって。これえ、どこの椎茸なのかしら。ついに完成、椎茸嫌いな人に美味しいと言わせた椎茸の大逆襲。うわ、椎茸二人とも好きだよね。うん、割とね。いただきます。美味しいね。うんうんうん、食べ応えすごっ。椎茸こんな風に食べたことなかったけど美味しいね。ね、乾燥しててうまいわ。うんうん、噛み応えゴリッゴリって感じだね。うん、しっかり硬い。確かに椎茸の嫌な感じがないね。うん、本当にスナックだけど、ちょっと今更だけどちょっとお手拭き持ってくる。じゃあせんべい、こっち食べようか。うん、ポテト。これはね、でも美味しそうだなと思ってた。何？普通のポテト？フライ？糖質少なめのジャガイモ、つまりほぼベジタル。ん？分からない。それで食べようぜ。うん、おお、細かい。絵の通り細かいね。うん、見せて、赤ちゃんちゃんと。おお、これも見せて欲しかったんだけど。まあまあまあ、なんか次から次に食べちゃうね。うんうん、まず本当にうまい。うん、なんか親しみのある味でね。うん、止まらなくなるって感じだね。うん、でもどれもそうだけど久しぶりかも、こんなぎゅうぎゅうに入ってるのパッケージにね。スカスカだよね、マジで。最近のやつさ、うん、ポテトチップスとかさ、ドンキさすがだね。ね、いいね、キャンプシーズンじゃん。うん、みんなでお菓子買ってってさ、うん、大容量だし、しかも味もちゃんと美味しいし、うん、なんか味が美味しくなくて大容量よりね、うん、ちゃんと味も美味しくて大容量、最高じゃん。カレー、カレー、いけましょう。やめられない美味しさ。インド人で言って半熟カレーセン、半熟だって。めちゃくちゃカレーだ、はい、カレーだ、カレーだ。カレーにしようかな。柔らかい。あら、柔らかいの。何柔らかい。半熟カレーセンだから。そうじゃん、濡れセンだ。うん、濡れセンだ。これ濡れセンのカレータイプ初めて食べる。カレーだ。美味しい。うん、美味しい。普通のぬれせん美味しいってあんまんもないんだけど、カレーぬれせんうまいな。私さ、カレー好きなんだけど、カレー味ってあんま好きじゃないの。でもこれ美味しい。うん、あの、なんか、うん、キーマっぽいっていうか、あー、ぽいぽい、あの、カレーマンみたいな味する。あ、そうね。ね、チーズカレーマンみたいなあるじゃん、あの、コンビニとかで売ってる、うん、あれの味がする。美味しい。これカレーの味付けって感じ。うまっ。カレー味の中で一番好き。美味しいカレー。カレーうめー。湿ってるのがカレーになんかまた合うんだよね。うん、普通に普通のおせんべいでカレー味食べるより、うん、ちょっと濡れてる方がうまいな。うん、美味しい。なんなんだこれ、なんで今まで濡らさなかったんだろうっていうくらい合う。うん、これはちょっと私意外と期待してなかったの。これは私もカレーせんはちょっとカレーせんかーなんて思ってた。思ってた。うまっ。ダークホースだったの。うん、確かに。ラスト一品なんですけれども、うん、これ一味せんっていうやつで、いやこれが二度見するせんべいを作りたいっていう思いから作られたらしいんだけど、うわ、
従業員が刺激に涙しながら作ってますとメーカーから泣きが入った限界超越せんべい。うわ激辛です。これは中野さんがいて欲しかった。確かに私こういうさおせんべいとかさやっぱ修学旅行とかさいろんなとこそういう地方行くとさなんか買って食べるじゃん、うん、あるんだよね必ず1枚売りで辛いせんべいがやっぱさ調子乗って買うわけよそういうの、うん、食べたらもう食べれないもう食べ進められないちょっと半分こにしてめちゃくちゃ辛いんだから半分こにして食べようよそしてよくも食べれないそしてうわー匂いがもううわこれはね中野さんこれでも食べれないかもしれないあ、ちっちゃい大丈夫、ちっちゃい乾杯KP いただきます辛っけど、うまみがある。でも辛い。辛じわじわ辛いよね、なんか。うまみ見つけるのむずいよ、私。一瞬あったよ。めちゃくちゃ辛い。辛い。辛い。あと、辛い。辛い。あと引く辛さ。辛ずっと辛い、多分これ。ちょっとカフェオレもらっていいかしら。え？カフェオレもらっていいかしら。カフェオレ？うん。カフェオレ？うちの？うん。ダメだよ。さて。辛これ。辛い。見てるすごいすごい辛これ。牛乳系飲んだ方がいいよ。ある。ね。辛。カレー辛いものを食べる前に飲む方がいいんだよ。これしかないじゃん。辛っ、まあ、前にカフェオレ飲むの？うん。あんまそのためにあるわけじゃないんだよね、それ。その、打ち消すために。想像されなーい。想像されないって。全部食べましたけれども、はい、さあどれが自分の中でね、うん、1位かっていうのをねほかちゃんにちょっと聞いていきたいなと思うんですけどもいいですか、うん、どうぞどうぞ私はねこれありますかねここにこの子です一番最初に食べたけどこの子が私はまあ、やっぱすごい好みでした2位カレーセン3位まで選ぶんですね3位エビでやっていきたいなるほどエビはそうですねやっぱもう意外や意外って感じだったんで、うん、カレー戦が1位、うん、で2位がこのジャーキージャーキージャーキーがうまくて、うん、こんな美味しいんだ今のってって思いましたしこれちょっとみんなびっくりするから食べてほしい、うん、本当にお肉食べてるみたいちょっと贅沢おつまみの何恥じないそうだねそして3位はそうだなあこれかな、うん、間違いないねこれは間違いないって感じ止まらないって感じそんな感じですかね、うんうん、いやすごい嬉しいですよこのご時世にね、うん、こうやっていっぱいね入って入れてるしかもちゃんと美味しいっていうのがこれぜひ皆さんドンキねあるでしょ絶対に、うん、そこでぜひ皆さんこれ以外のシリーズもいっぱいあるんですよねいっぱいありますいっぱいまだまだいっぱいあるみたいなんではいぜひ食べてみてください岡山さんどうですか口の中の辛さはだいぶよくなりましたでもこれは確実にめちゃくちゃ美味しいけどカレー線は本当に美味しかったね食べてほしいびっくりしちゃったちょっとなんかカレー味が苦手な人に食べてほしい、うん、カレー好きだけどカレー味苦手な人に食べてほしいなと思っちゃったということで皆さんまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。